Yeah!
お疲れ様でーす。さあ本日も、スーパーストリートファイター 2X のイベントを行います。今日は何にしようかなーって迷ってるところです。結構熱いメンツが集まってますね。おー、うまい。お、草くんが来た。草くんが来て、今日は何しましょうかね。考え中です。本日のイベントは16人ぐらいになりそうかな。なりそうかな。もう一人、あ、どうもお疲れ様です。破天荒さん、じゃあプレイヤーの意見を聞いていこうかなと。プレイヤーとか視聴者の皆様の意見を聞いていこうかなと思います。何かこんなルールはどうかというのがあれば。結構ね、 1,2,3,4,5,6,7,8 お
玉割り対玉なしやるか。アニマルさんがえらい強いの今日。うまい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 アニマルさん超強えな。どうしよう。14人僕が入って、たまり玉なしで組んでもらおうか。で、ツオン大体、たまりが、わからん、あり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 。あれ ?1、2、3、4、5、6、7、8人。残り2人が、たまらしだったら大丈夫。あと配信でちょっと言っとこうかなと思ったのがですね、この間マッツンさんがどっちでもいい OK、 この間マッツンさんがもう S から禁止にしようよみたいなことを言ってたんですけども、あれマッツンさんの意見だって僕の意見ではございませんので、そこら辺はねご了承ください。僕 S キャラいても全然いいと思ってます。せっかくね、いろんなキャラいるんだから、いろんなキャラ見た方が面白いじゃん。単純に S キャラつまんないとかいうのは、なんか、意見としてはどうかなと思うんですわ。わかんない。本当になくなるかどうかはマッツンさん次第。マッツンさんが主催だと、そういうこともあるかもしれないです。わからん。じゃあ、皆さんの字でとりあえずストップしましょうか。じゃあ今日はみんなメインキャラで考えて半々にはならないかな。玉ありと玉なしでチームを組んでもらおうかなと今んとこ思ってます。下手したら草くんが玉なしだな。それでもいい。
じゃあ皆さん、対戦が終わったらこちらに来てください。お願いします。うん、弾持ってるか弾持ってないかで、あれ、あ、AKB のこれか。で組み方、あ、でもヨシさんいないな。もう一人来てくれればいいんだけど。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14、 やっぱ14だね。もう一人来てくんないかな。チーム俺一人もあるな。草くんは組めるね。チーム俺一人強すぎ。どっちでもいい。理想はもう一人なんですけど、まあ、とりあえずこれあえず両方使える人、何なら瀬尾くんでしょ、草くんでしょ、僕でしょ、トレピーもか、新谷さんもできるな、そのさんもいけるわ。それでくじ引きして、ジョーカー引いた人が一人チームだ。あ、瀬尾くんも、あと、シャル君もだ。じゃあ、ノジーストップ。みんなノジー愛大好きで、お店的にはありがたいんですけども、大会運営的には困ります。
それでは自分の番号を見てください。オッケー、あっちゃんじゃねえよ。じゃあ1番の人を草2回転です。勝ったな、これは。で、2番を引いたチーム、2番が小江戸コンビ、大島ゆうこコンビ来たよ。あるよこれ、ゆうこコンビナンバーワン、見分けがつかねえよ、小江戸。3番は第3と、お、大カニバル。4番、あ、カードください。4番はピロシ。4番持ってる人、黒の4番持ってる人、お前か。4番、ピロシユーズルです。はい、5番はシャルセオ。固定タッグができちゃいましたね。できるだろう。はい、6番がトネ無限。トネピーキャラどっち？ホンダ。はい、7番ムナーリニア。渋いチームができましたね、これ。はい、それで、角さんが1人チームです。角さんはガイルキャミ。はい、キャラクターわかんない人が何人か。シャル君はバイソンだよな。竜？はーい。竜ブラ、DJ ホンダ、チュンリー、で、チュン、ヒデコエドは、チュン、ベガ、サガットホンダ。これはですね、セオシャルがちょっと抜けてる気がしますね。キャラ的にも資格なし。まあ、うちもチュンバイソンか。強いな。なんでできないの？ちょっとやらせろって。ハロー X ゲーマーズ。じゃあ今チーム決まったので、
今、トーナメント表を作っていきます。ダブルイルミネーションにします。ダブルイリミで、1,2,3,4,5,6,7,8 と、ではシャッフルしますよ。シャッフル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 シャッ上が 1P ですね。草2回転が 1P、 セオシャルが 2P でシュンバイソンの潰し合い終わってる。次の試合もスタンバっといてくださいね。無限トネピーが 1P のツノッピー、ツノッピーが 2P です。はい、セオシャルいます？セオシャル 2P 側。はい、相手草2回転。これ入ってる？入ってる、入ってる、入ってる。じゃあ、聞いて。はい、来ます。はい。はい。先方決まったら言ってください。どっち？どっち？はい、じゃあ座ってください。誰？はい、はい、草対セオです。チュンチュン。読み負けた、ニカさんが読み負けたと言ってますが、これ草くんが同キャラ戦苦手だからですかね。いや、バイソンとジュンリーだからそれぞれ当てたいんじゃないですか。あ、そういうこと。そうそうそう、その逆に草くんが瀬尾くんに勝てない。うん、そんな感じがする。いやでももう何があるか分かんないですよ。しかしゲージが溜まってるから、あ、溜まってないのか。そうそう、今ワンピーが草さん。あ、さあ、いろいろともらいまくって、ゲージがないぞ。
うん、おっとゼロドット、踏まない、地上で踏む、ガード逃げる、まあ、当然ね、おっ、そうそう、そういうこと、そういうこと、気候の出がかり、オッケーオッケー、さあこれでまずはやっぱりゲージを、ゲージをね、ゲージを貯めた方がいいんじゃないかな、ゲージを貯めた方がいいんだけど、気候を飛ばれてぐざっとなるっていうのをよく見るので、まあ、難しいと、お、くぐる、さあくぐるのに投げられる、難しいとは言わないですけど、そういううまいこと やりたい、お互いうまいことやりたい、さあスカル、あれチュンリーにも刺さるんですかね、中パン、いや違う、中足ゲン、中足大パン、大パンは、大パンどうすかね、チュンリーにはちょっと厳しいですよね、ゲンで良さそうですけどね、さあ歩きにいきなり、あっと、なんかなんか反応してたけど食らいましたね、さあ、さあ飛んで、対空がない、対空、さあチュンにもクソムーブができるのか、ね、これは、あ、さあしし、パンチにしてるのに踏んでる、明らかに狙った相打ちですよね、今のね、狙ったんですか、うん、さあ、くぐってるけど、クソさん、投げればいける、投げて、うーん、そこで、いけない、さあ、まあ、ゲージ溜まってますからね、おーっと、離しちゃう、離して暴れちゃった、あったのにね、なんかあった気がするんだけどね、出ちゃったっすね、もっと、ね、こっちさあ、さあまた瀬尾さんが上手いゲームになってしまうんですかね、お、これは入れ替えない、でもワンショットでゲージがね溜まったんで、もう分かんないですね、お、潰して、さあアッパーは早い、これはラッキー、上に行く、さあ安全に、ただ安全にゲージを貯める、今のちょっと釣りえぐいよ、さあはい、いや瀬尾さんはもうあのローリスクタクの神様ですからね、うわさあすごい、中足と百裂と投げだけでしたからね、今やってたのね、いやもう安全ですよ、そら、うん、ヘッドもできないですから、ヘッドがやりづらいというね、もうずっとカチャカチャやってますから、さあ避けて、うまい、さあなぜか垂直系が置いてある、安全から安全行動、さあもさあ、あんな感じでごじゃらせる、あーっとヘッドが出ない、さあ、ね、さあ今のうまい、今のどうだろう、怪しい、さあ立ち方してる、さあまたなんか大足刺さってましたよ、さあ引っ掛けて、飛行打たない、わかんないぞ、ゲージがない、今のギリギリのチャンスだったが、いやまあ難しいですね、はい、さあ次、1番じゃない、2番です、2番エンターエンターです、はい、次無限トネピー対ツノッピツノッピです、無限トネ、どっちを使いますか、相手はダルホンダ、はいはい、どうぞ、無限ダルシム対ツノッピーキャミーですね、いやダルシムホンダです、今日ダル、あの玉あり玉なしなんでダルシムダルシムはないです、さあこれは読み的には合ってるが、キャミーが負けるとつやなので頑張りたいところ、あ、でも角さんだ、グッカ、なんだっけ、ダルシム戦うまいんですよね、確か、なんかなかなか硬かったような、お、いい感じにキャノンを引っ掛けまくる、あ、さあ、完全に何も見ずにバックジャンプでした、さあ、またもキャノンが引っ掛かる、キャノンが出ない、さあ引っかかる、中村さんっぽいやつ、さあ中央にやってめくりガード、キャノンが出ないが投げてカバー、
い、あーやばいな、 X ゲーマーズ俺の声が分かってるんですね、すごいっすね。アイムユーフル、いやさすがですね。あの英語しか喋んないけど日本語分かってんじゃないかっていうぐらいドンピシャですからね。さあ大パン、大パンなんだっけあれ、フーリガンは非常に返しづらいです。さあ見てる、さあなんか中パンでうまいこと空対空。さあここでトネピーホンダ、トネピーホンダ、さあキャミーホンダ、非常にキャミーが厳しいですが後ろにはガエルが待っている。さあもうこれはひたすらキャミーはショーパンとどこかでうまいことを焦がしたいという感じの、ホンダはもうどっしり、なんていうんだっけ。さあ見えているのか、投げる、さあ引っかかってしまう。さあショーパンキャンセル、ショーハリテ、あれ3ドットなのちょっと痛くないですか。このキャミーも、あ、いいですね。このセイジャンが効くんですよね。ああ、ハリで返し技が少ないと。まあ、置きが強そうですよね。この場合だと、キャノンも当たらないし、はいはいはい、キャノンにも一方勝ちができるんですね。さあ、バックジャンプ。体力は微妙に、そのキャノンさあ、こかして。しっかり引きつけている。いや、今の多分100巻。あっと、なんかバランス。今間違えたでしょ絶対。さあキャノンがなぜか離してない。さあ長田の上、密着で本田に置き攻めをする。さあ大一郎どこ行った。はい、大一郎もね襲わないといけないんだよね、甘いですけど。おっと、さあ中足だった。お、さあキャノンがスカル、しかし裏に着手する。いやー、そうですよね。さあこれはもうもはや、これはもう早い、振り向いた、百貫で飛ぶ、削る。さあこっからは、さあ頑張るしかない。さあ無理はしない。おお、今のは熱い読みやるか。さあ橋とはいえ、さあキャスパイラルでカウンターしてくる。さあわからないぞ、出す。なんとスモーキャミーが2打で、ムナーリ、ニアガ、ワンピー側、ダイ、カニバルが2ピー側です。です。なんか一気に年齢の高い組み合わせになりましたね。はい、ムナーリ、ニアはサガット、ホンダ、ダイ、カニバルはリュー、ブランカ。さあ合計すると90代になるんじゃないか。さすがに言い過ぎ。いや余裕だって、余裕じゃないです。100超えるでしょ。100は超えない。あ、こっち上だけですか、うん、上だけでそんな行きます？90ぐらい行っちゃうじゃないですか。ギリ行かないぐらいじゃないですか。行かないぐらいかな。まあ、まあ、それ成さんが分かんないですけど。さあ、1人目。はい、こっちはじゃんけんしてる。じゃんけんしてる。じゃんけんしてる。これは読み、読み合いを拒否って言います。アイスは、はい、どうぞ。はい、どうする？はい、ニア大。ニア大バーサス大流ですね、今日は。あ、でもワンピー側は、サガットにブランカを、ブランカにサガットを当てられると思う。そうですよね、ブランカサガットを避けたいのかと思ったんですが、普通にジャンケンをしてましたね。あんま関係ないんでしょうね。さあジャンプ大一郎からスタート。今のエグいですね。パチコパンから一歩歩いて、張り手と大一郎を同時に威力っていうのを考えてますよ。飛ばれると張り手が立てピュール。それやばいですね。おっとっと、知らないが若干。さすがのニーアホンダ、むしろこういう普通組み合わせの方が得意ですからね。そのもう乱戦になった時に持っていく力がやっぱありますよね、うん、さあ投げる。これは投げ返した。さあ大流はこっから足払い波動にしたいが、さあ歩きが厳しい。ファイヤーやっとも燃えてくれた。うまい、からの真空を落とした。あー、ショーパン安定すぎた。さあ厚まぎ、
あ、サギ取りが低かったらあれできますね。え、竜巻でいいか。いやでもなかなか振り向かないですよね。あ、確かに。多分今のはかなり低めに落ちちゃったんだと。あー、下段っぽいやつ。あ、うん、かなりやっぱ低めでやってますね。さあ、ピョッタ ー, ーピョッタ ー, ーさあ、これはカニバル見立てもあり得る。これ、きつくないですか。いや、ホンダ対ブランカなんですけども、はい、ホンダではないと思った方がいいですね。前に寄ってくるんで。あー、なるほど。逆に逆にブランカがやりやすいと。さあ、永田さんっぽいやつ。お、ほんとだ、突っ込んできて、なぜか体力負けしているが突っ込んでいく。なんか通じさんがホークに突っ込みまくるみたいなやつですよね。もうずっとあのオアーと短パンチで突っ込み続けるっていう、はい、あれ見てて面白いんですよ ね。でも結構勝っちゃうのが、あーっと、これはセーブを無双で相打ちになる。相打ちって微妙だな。相打ちですね。あれはほぼ必ず相打ちになった覚えがあります。張り手もダメですかね。張り手はね、先端だったら一方勝ちします。あでもブランドセーブって意外に、判定が強いんですよ。あ、そうなんですか。攻撃判定と暗い判定がほぼ同じ位置にあるんで。おー、いいですよ。おー、まあ距離があれば大いちょうでも適当に仕込めばいいんですけど、ね、ちょっと近かったですからね。さあ、果敢に。おっと、これはちょっとやらかしたか。さあ、高めを。お、噛む。しゃがんで噛みつきましたね。おー、ごっつぁん。おーいちょう、からの百貫ぴよって。おー、カバゲンになったで。ヒデ超えのがワンピガーです。5ユーズルピロシ 2P が行ってください。いやどうしよっかな。お、電兵どこだ。 2P、 はい、さあ 1P 側は決まりました。しかし 2P 側がヒデ君、これヒデ君に立てしないと厳しいやつじゃないですか。ヒデ君が、ヒデ君の出番。ベガですからね。でも有利じゃないですか。ホンダと DJ はさすがにベガだと厳しいでしょう。 で、まあ、できればホンダに当てたいような気もする。さあ、どうしようか。何よりか分かんないけど、とりあえず語ろうかな自分も。 OK、 はい、では始めましょう。では 1P 側が小江戸、 2P 側がピロシ、いきましょう。お、いきなりいかないか。ピロシはここを落とさないように頑張りたい。さあ、今回はダブルイリミネーションですので、まだ1回負けてもチャンスは残ります。はい、そうですね。さあ、うわ、今の掴みはえぐい。しゃがみ状態で、そしてもう1回。お、これは仕上がってますよ。おお、さすがにいい気持ちになりすぎましたね。さあ、水山沖から、あー、ナイトメアがフルヒット。こっから前取り、あれは横止めが消えるやつ。さあ、こういうのを削って 100… あー、終わった。100列ひろし様、よく引きつけましたね、今の100本は。焦ってます。さあ、タチコパンから行く。お、ミドルが勝ちました、はい、あれ結構難しいですね、前的には。待ち合いになるとお互い何とでもなる。おかま蹴りがアウト。ガミナカシが、さあ、張り手で削ってコパン、いい動き。あ、でも小江戸はきつい。この体力差結構厳しい。前に飛んでみる。どうしましょう。さあ、厳しいぞ。あ、うまくなっている。タチコパン痛かった。見てから、さあ、さあ、ヒデに託される。ヒデ頑張れんのか。相手チームからも声援が飛ぶ。よくわからない。できますよ、絶対。これは上達してますから。こんな対チュンリーというのは、はい、あれがちな試合ですからね。組み合わせ的にはチュンリー有利。チュンリーだいぶ有利だとは思いますが、クラゲが一回飛びが通ると一気に殺されかねないという。でも、ヒデ君なら飛びを
お、まずはガードすらしたくない。あっ、対空も飛行圏が一応ベストですね。 IH 飛行圏が一番いい。ジャンプ力が低いから当たりそうな感じもしますかね。 IH 飛行圏からめくれるので、その場合は画面端から逃げることができる。あ、さあビンタすかされた。今のビンタすかしに投げを切りたかったところ、後ろに入れちゃうとあそこもう影にかかっちゃうんでダメなんですよね。あっと、まずい。ここは我慢。すぐ飛んじゃう星人。嘘。キャットジェスキーピヨンがいい。嘘。負けちゃう。すぐバックジャンプだもん。開幕勝負、歩いてくる。まあ、着地したところで、飛行機を食らうのならば、本田側としても、おー、美味しい。死んだか。あ、そう。死んだか。負けちゃうか。負けるの。死んだか。負けちゃう。ふ、うん。ああ、負けた。負けた。負けた。さあ、それでは、勝ちトーナメントを次やります。セオシャルが 1P 側、ツノッピツノッピが 2P 側です。はい、いってらっしゃい。キャンに先行きます。はい、どうぞ。セオシャル、ワンピガーでーす。いやー、意外すぎた。意外だったな、今のマジで。はい、それでは古くないよ。先方はシャルバイソンとツノキャミ。先ほど見立ての大活躍をしたツノキャミ。バイソン対キャミ、かなり辛い組み合わせが、スパイラルが当たるとワンチャンある。クーリガンの、軽投げの方ですね、あれも当たるとワンチャンある。うおーっと、しっかりしてるな。キャノン、めくりがいけない。うおー、歩いて投げて、歩いて投げて、やっとヘッド。さあこれは強気だ。ヘッド割っていく。どうする、クレイジーが怖すぎる。歩いて中足、ここで大足に出る。あ、シャルバイソンがちょっと安定はしてない感じ。キャノンを合わせた、しかしめくりにはいけない。クーリガン、こっからめくりあるぞ。表だった。うわ、マサロ入った。あ、めくりあると言っても始めた側と逆側なので、めくり行きづらいですね。これはさあ、リードはツノッピーがグランド刺さって、クレイジー爆破です。キャノンを出すと半分減るんです。さあツノッピー、ガイル一体、あとはガイル一体。スノッピガイルはバイソン戦かなり定評があります。前に歩いてくる。さあゲージを溜め切ったシャル、画面の5枚遠くでソニックを、おーっと、これは投げが入って、コパコパ我慢してる。タチコ割り込めない。ソニックバンパンチ、グランドを止めるためのコパンがすかされてのターンパンチで、あれはガードでも済むでしょう。うわー、きつい。さあ当たらず、こっからおー、裏切り、裏切り。さあ死んだか、これ歩きに反応、小足グランドバックジャンプ、やりたい放題。シャルバイソンが2立て、ここまで2立て2立てという、素晴らしい、素晴らしいや。ムナーリニアが 1P 側、 2P 側がユーズルピロシ。おー、これは出し合い次第では相当熱いカードになりますね。はい、最初の、まあ、最低限ムナーリさんを活躍させたいところですが、 DJ に勝てるキャラがいないですね。ニアさん
さあワンピー側はどうする、技量差を考えて DJ と DJ に行けるのはホンダサガットどっちかと言われたら僕はホンダを押します、ホンダを押します。オッケー、それでは先方を座ってください。 1P 側ムナーリ、 2P 側ピロシ、まあ、ユーズル大将でこのまま悠々と出番なしで決勝に行きたい感じ。カメラに完全に映ってるのはユーズル君です、イケメンですね。さあムナーリ対ピロシ、開幕はバックジャンプ、ホンダはサガット戦、これ結構有利だと思ってます。サガットの出番があまりないですね。さあジャンプ強パン、あれが超減る、おーっと足払い対空ができなかった。鬼無双が怖い、鬼無双が怖いけど鬼無双ビビってると、おーこれですね、こんな前から当たっちゃう、グランドストレートと同じぐらいの蹴りなので、これが怖いとこ。ホンダは下の下のショットを頭突きで抜けることができます。うわーピヨったぞ、ヘル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 、さすがに厳しいな、これはくつまらないです。下のショットを頭突きで避けられるんですけども、上のショットに対して端々でも飛びが勝っちゃうんですね、そこがきつい、これはクソつまらない対決ですよね。さあホンダ同キャラ戦、空中戦になりがち、客観似たような色だ、似たような色、さあ指定対決、オレンジの茶色、ニアはここは負けたくないでしょう。逆にピロシはおーっと手乗っていく、振り向き頭突きうまいですね。さあしっかりしっかりしている、あいいですね、あれは最速の強頭突き以外は盛らないです。あっとあっ、裏に行かなかった、あそこ裏に行くと引き付け頭突きが出なくなるので、はい、危ないんですが、その代わり大いちょうがゴムですからね。おっ拾わない、さあ大いちょうの教えになるとまずいと踏んだんでしょう。ここで相手ピロシのおけぞる、さあニアが開幕相手に反感、振り向き頭突きがお互い完璧、壊し張り手とりあえず削ってもらえるものはもらっておこうという感じでしょうか。来い、さあ頭突き入ってニアが待っているのか、ここはさあユードさんはいっぱい出しますか、体力リードのニアをピロシはこじ開けないといけない、反則の頭突きはこのように対応される、おーしっかりしてますね、破れた、さすがに負けるわけにはいかない。さああとは DJ を倒すだけ、さあユーズさん、さあユーズさんあるのか、あるんじゃない、ああ今くスライディング、あジャックだ、あジャックが入った、これはしっかりさセットプレーですね、完全にスライディングを当ててエアスラを早めに重ねることでジャックが溜まってしまう、さあまずいぞ、今どうしようもできない、さあ厳しいぞ、体力が全然ない、これはどうしようもないですね、体力半分くらい払わないとまあ掴みにはなかなかいけないですね。ガイルと DJ はほんのちょっとしか飛び道具の発生が違わないのにえらい違い、うわー合わせた、これは厳しい、おっと前歩き、おかまぎ、おかまぎにもう一丁、お暴れる、ってた、あんな時でも頼れるサーブシューパン飛んだ、おおおお
当てた。これまだチャンスがあるかもしれませんね。今のは統一を入力を真後ろ中盤にしたんですね。さあ体力いきなり3本抜き、ここからすごい。今のはガードさ前に飛ぶ譲る、ヤツも気が狂っている。オカメリが入った、ショバット返して、うまい。ああ間違いからあまり、お見事、頑張れ、お見事、お見事でした。なぜかピロシが大喜び。これですわと。お見事、完璧な読みでしたね。では決勝いきましょう。決勝、はい、ウィナーズの決勝まずやってから、はい、ルーザーズに行きますので、はい、1P 側がシャル・セオ、2P 側がムナーレ・ニアです。はい、ムナーレさんまた前へ。いやー素晴らしい試合。これこっち側なので 2P 側です。ニーアーマジック間違いない。でもあれもジャックナイフと2択ですからね。さあ先方は 2P が先方は、これはきついですよ。もうサガットの使いどころ毎回迷ってますね。どっちがマチかといったらチュンリーの方がマチでしょう。サガットどう使う、またじゃんけんしてる。どっち、はい、ニアさん。では 1P 側シャル、 2P 側ニア。お、肉弾戦だ。前ゾーンなの方がマシですね。瞬に全然勝てない。ほうほうほう、あれ画面止まっちゃった、ストップ。画面が止まったのでこの試合とりあえずなしで、こっちの画面でライブが始まったら OK です。あ、行ったかな。行ってる、あ、行った行った行った。 OK、 始めてください。お待たせしました。はい、あ、トーナメント表消えちゃったよ。あら、やべえ、トーナメント表が消えちゃった。どうすればいいか、引き出し。じゃあ一回ちょっとあのこれをリセットしてもらって、トーナメント表をですねもう一回入力し直します。申し訳ない。はい、さっきの残ってっかな、残ってねえな。トーナメント表作成、ほんとごめんなさい、ほんとごめんなさい。一番チームが1,2,3,4,5,6,7,8、セオシャル、1回戦の2試合目覚えてる人、第3、大カニバルが、あ、向こう、スノさんか、スノピー、俺そういうそこそこ、俺こうスノスノピーで、トネピーとダルシムの人、すげえ、トネピー、はい、で、右上がニアさんとかだっけ、マジガルシムユーズル、ユーズル、ピロシユーズル、最後が2回転と、あ、違う、上手前か違うか、ヒデ君とこ、最
違う違う違う、俺らこの違う、違うよね、ここが違うよね、大カニバル、ここが大カニバル、じゃあ、ここでいい、ここは合ってる、ここが大、はい、ここが大、大カニバル、あれって置いてるくらい、あ、そうかそうかそうか、そうだね、大カニバルで、ピーナッツチームが似たてしたんだよな、はい、どっち側だっけ、 1P、2P、 2P、 ここがトエドさんとヒデ、トエドヒデ、もしくは、ね、全出席スタートで、これで、2が勝って、スノッピ、スノッピが勝って、フナーリニアが勝って、ヒロシユーズルが勝って、セオシャルが勝って、ヌナーリニアが勝って、で、今これ決勝ですね。はいはい。すいません、お待たせしました。セオシャルから行きましょう。トーナメント表申し訳ない、また作り直しました、復活しました申し訳ない、はい、今トーナメント表作り直しました、それでは始めてください、いいですよ、はい、再開しました、さあ 1P 側はシャル、 2P 側はニア、カチコパンで落とす、カチコパンは見てから押せると一番いい感じ、ニアはなんだかんだで画面端まで行きましたね、頭突きと百裂で、おーかまった、さあ百貫待っている、カチコパンうまい、カチコパンうまい、フルイジで削る、あれは42発目までに画面端に到達すると隙間が空いて鬼武装が4ヒットするんで、そこから大逆転が見ます、さあうまいですね、ジャック頭突き2回ガードさせると次の頭突きはたまると、わーっとこれはきつい、シャルがもう攻めることはねえよと、若干待たれているというか下がられていた、さあ来たぞ、ムナーリ奇跡の見立てに行きたい、やはり僕の見立て通りセオシャルが頭一つ抜けてるんじゃないかというのが当たっていたかも、セオ君が強いのはみんな知っての通りですけども、シャル君も最近相当伸びているというか吹っ切れた感じですね、以前は綺麗なバイソンだったんですが相当汚い動きをやってきます、さあクレイジーも出さない、さあ足払いからのコパングランド、サガットの歩き投げは通っても美味しくないのにほぼ通らないというかわいそうな性能、さあショット当たって、おお下が当たったがグランドアッパー、画面端に詰めるのが一瞬、さあ掴んでしゃがみ中パン、今のはアパカ出せば当たったかもしれないが、クレイジーを止めることをほぼ阻害できない組み合わせ、そしてクレイジーが止まると端々でもショットが出なくなる、やばいです、8-2はあるんじゃないか、ありますよね、確実に僕ヤヤさんにゴブられたんだけど、ね、あの人おかしいですよ、いやあの4代目サガットもなんかダルシムに結構いい勝負するらしいんでまあそういうのもあります、そういうこともあります、そういうこともある、はい、あの教授ダルシムが勝てないって言ってたんでそういうこともあります、そういうのもある、はい、これはねダルシムが情けないってやつだね、この状態からもう攻めることないですからね、ないですね、まあいつか打ってくるショット、あここで
シャルが見立てでルーザーズをやりましょう。ルーザーズが決まりましたね。はい、じゃあすぐソーシャルは全部見立てなんじゃないですか。そうですね。さあ草2回転対無限トネピー行きましょう。はい、上がワンピーガーです。はい、どうぞ。セオ、あ、違う、草2回転がワンピー右側、ピーと無限。じゃあダルシムで行ってもらう。はい、はい、ピーと無限は決まってます。はい、どうぞ、2回転無限バイソンダルシム。読み通りでしょ。読み通りなの。チュンリーホンダはやるの。あ、そう、ここにルーザーズありますんで。さあこれどうなんだろうな。これも結構人によって言う数字が変わる組み合わせですよね。まあだ、うん、ダルシムってギリちょいダルとかいう感じではあるんですけど、たまに変なこと言う人がいますね。まあ、ファイヤーモードはちゃんとやると、さあ見てからボタン連打するのを見てからクレイジー。さあそらそうです、そらそうです。さあヘッド、何読みヘッド。まあ、なんか出すダルヘッドは強いですからね。さあさあ着地に入っちゃう。さあこれはこれはダルシムがやることがないやつ。これファイヤー打った方がいいんじゃないの。いや打てないですよ。怒られたよ。打てないんですよ。だから目の前でも、もうそういう体力じゃない。反応できないクレイジー。いやゲージがあったらもう、ね、目の前でもファイヤーは引かれるんで。あ、さあここで P さんのホンダ。まあちょっとバイソンに苦しんでもらいましょうね。そうですね、こういう時ぐらいはね。いいよ。さあずらし押しのイメトレが完了して、中野ホンダ登場です。中野ホンダですね。中野フホンダ。はい、さあ見えている。さ あ, あアッパー、クレイアップダッシュアッパー。さあここでホンダが待ちきれるか。待ちきれてないけど相打ち。クレイジーが、あれクレイジーじゃないの今の。さあここでスカル、あれ、お鬼無双ってどっからでもクレイジー確定じゃなかったですか。あ、もう前段カードした後にクレイジーで。そうですよね、はい、さあしっかりリバサーガードするけど、あ、ね、溜まると思い切って打てないんでね。あー逆にですか。あ、でもホンダが先に溜まったけどもうバイトも溜まって、さあ光っていく。あ、さあ光っていく。いやー今のはまあ手出したくなりますね。なんか自由に出した感じはありましたけどね。はい、さあ両サがちゃんと出れる。これは横綱界の温泉の成果が、あー、でしょうかね。はい、あんまりバサ出る感じないですけどね。あ、でもちょいちょい見せてますね、張り手。おっと抜ける。抜けて大パンが、あ、かっこなかったですね。多分遅かったんじゃないですか。さあしゃがみぐらい。さあ、痛い、痛い、おー、アントビーできてない、アントビーできてない。弱頭突き6フレぐらいじゃなかったですかね。今日は 5? あ、逆になんすね。逆にアントビーには大なんすか。やっやった試しがないです。あー、それはありかもしれないですね。さあピョッチャ、さあ3段ミスんない。これはさあここはヒデチュンとの違いを見せつけたいところですが、垂直アピールがありましたね今ちょっとね。これはね本当にね、たまるまでなんですよね。たまるまでに端には行きたい、うん、少なくとも理想は、こうやってもゲージ先溜まっちゃうと
まあそうですよね。こうなるとちょっと我慢しないといけないんでね。あ、こういうのがね、もらっちゃうんですよね。もらっちゃうんですね。いやー、4万6千点はでかいです。さあこれで、1、次大カニバル対小江戸ヒデ。大カニバルが 1P でお願いします。大カニバルはデューブランカと小江戸ヒデ、ベガチュンリー。いやー、僕はカニバル対ヒデが見たくしょうがないです。小江戸さん、はいはい、1P どっちですか。なんで、まあいいや。はい、どうぞ。ベガブランカ。そうでした。これもちょっとあれですね、ベガの天敵みたいな話じゃなかったですか。ですね。天敵と言っても73ぐらいなんじゃないかな。あ、どうなんでしょうね。73もないかな。さあ投げる。さあ空中戦の相性がとにかく悪いが、上からきついのこれ本当。さあ大パン投げもでもね、こぶりずみ。さあまあでもあれはもうある意味タグかかってますから、目の前まで歩いちゃえばもうタグです。なのであそこまで行くまでにどうにか。さあリバーサー神。さあピヨン内。さあここでピヨったか。いやそんな気がなんかしました。ピヨリーチでピヨンなかった時に結構残るんですよ。 5、6 カウントの10カウントくらいは様子見た方がいいですね。かなり残ります。さあお待ちかねのカニバルブランカ対ヒデチュンリー。なんでお待ちかねなんですかこれ。いやこれはヒデさんのね、これは73以上あるはずなんですよ。これはあるはずなんですよ。これはでもまあそりゃそうですね、きついはきついでしょう。うん、多分本田よりは数字近いんですけど、ブランカ苦手っていう人結構いますよね。はい、 A 方が悪いって。まあ確かに。そうですね、みんな A 方さんにあんまり勝ってるのを見ないですね。いやそれはもうあの相手はまあ人間じゃないんでしょうがないです。人間じゃない。はい、 A 方は人間じゃないの。ちょっとあんまりなんか新人類的な。そうですね、うん、人ではあるが多分世紀からちょっと違うと思います。年代がもう千年単位で多分違う。千年単位、はい、方なんで。あ、これはさあ、ガムシャラ P で取ってます。はい、評価はできません、ただのガムシャラです。まああれが強いのがね、チュンリーですからね。ここですよ、ヒデチュンリーといえば流線と。それどういう意味でなんですかね。いや、龍泉はうまいですか。うまいと友龍が言ってた。ちょっと、はい、それはあのチームメイトを褒める的な意味ではなく、あ、ではなく普通に。あ、そうなんですか。どうなんでしょうか。どうなんですかね。この間龍で入ったら普通にあの開幕飛んできてなんだこいつだったんですけど。それはえ？そう？いいんじゃないかと。ダメじゃない。さあ。ゲージが、ゲージを貯めたかった。あ、これしっかり。やっぱり龍もゲージ貯めないとやりづらいんじゃないですかね、これ。お、飛んできたよ、ほら。減らないっすね。あ、いい、おいしい、おいしい、これはおいしい、こっから持ってきたい。さあ、さあ出ない。あ、これはおいしいっすね。さあ、中大で、おしゃれ。大足でいいと思うけど。さあ中パン、なぜかタッシュパン削る。出してないらしいです。出てます。さあ、あでもしっかり安定しましたね。でこれで小江戸ヒデが勝ちで、
次か、草2回転対ピロシユズル。P さんはいる？P さんいない。あ、喋る人がいない。あ、 P さん喋って。じゃあ頑張ってもらいましょう。はい、先方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 。まああんまりか、はい、わかりました。はい、あんま考えることないんじゃない。あんま考えることないでしょ。どっちが出したってね。一応考えてます。はい、どうぞ。じゃあ座ってください。二回転さんと本田さんということでやってますが、じゃあなんかさっきは運が良くて勝てたけど、こっちはどうなるか。さすがに今度は負けない。さあ、なんかさっきと違う連携使ってる。うわー、何それ、めくってうまくて、どうすんの、ゲージがあるが。さあ原、何も出なかった。さあ小山くん、ちょっと突きしてみて、それ裏から、うん、これ反角が難しい。張り手が出てる。もう張り手が出て、なんか結構削ってて上、ちょっとどうすんのこれ。さあ、ダンペットで生かしてから、これは確定いいく。なんかそろそろでっかいタンパが来そうな予感はある。突っ込んで、ピロシゲージがない、バイソンゲージがある。これこのカウントじゃ削りきれないじゃねえの。さあ5番、あー、それしかないやつに引っかかった。あーこれ、あー怖い。アッパー、まあまあしょうがないですね、しょうがないです。お、いい歩きだったがガードして、おわ。さあ一気にバイソン側のペースになってきた。これを引きずり戻すにはバイソンのミスが必要っぽい。ん、出す、ゲージがあってヘッドで待っている。アントビから削る、下がる、うまい。うーん、なんか今ちょっと危なかったがごまかした。しゃがみアッパーも出る。まあしょうがないです、バイソンだね。実際は結構バイソンね強いですから、なんかいけるっぽい雰囲気出しつつバイソン有利ですから。そう、全然いけないですからね、ホンダは。ホンダいけるみたいな雰囲気出つつできないっていうね。悲しいです。お、いいスライディングからゲダン、2択はゲダン。下がってエアスラー、エアスラー。なんかチューブの DJ バイソンの動画を見ると、なんかかなり煮詰まってる感があるんですが、さあ、ゆずるどう。これは釣られない、飛んでみる。さあ、ゲージがあって目の前にいるのはバイソン。球が打て、打った。さあ、噛み合う、噛み合ってきた。なんかね、伊藤さんは結構なんかコパン、ピッピッってやってコパンに全部やつら仕込んでるぐらいの感じだが、表から下段当たる。しかし表から、これはガード、画面端に追い詰めてはいるが、上、何それ、使えるから、裏から中中、さあ中足、エアスラ、エアスラ、さあ引っかかる、エアスラ置いて、エアスラ置いて、ここは一旦下がる、大パン下がって、上はスパコンを対空に使って下段から短波、穴を掘るが5パンが強い。さあこれはジャックのエアスラ、ジャックのエアスラだった。そして草さんがチュンディーで出てくる。上はテンション通さない、背中蹴りから下段。さ
さあ太陽リード、これはちょっとどうやって取り戻すんだ。ひたすら当たるが、まだまだ遠い。結構積極的に距離を詰めていく草チュンリー。安全圏から殴り殺しにはしない模様。中足刺さって画面端にチュンリー追い詰めてはいるが、ここからどう詰めるのか。譲る DJ 厳しい。詰めるにしてもちょっと技が足りない。 DJ チュンリー裏に行く。ネクルが高い。食らって投げた感じ。中キックを押して判定が上に行ったのかな。やつら打ち合いになるが、打ち合いはチュンリーがお得。なぜならゲージがなんか勝手に溜まる。上がこれは高めで暗い投げ。ゲチューチュー、これは待っていた。使っていかー、危ない投げ返す。頑張ったがこれは中盤で背中気にはさせない。あれはなんかいい感じに、いい感じにテンションがさせるんですね。表飛んでいって下段ガード、冷静。草チュンリー硬いぞ。上通る。4段が刺さってなんかコンボができなくて、フォローで投げに行ったが投げ返す、投げ返す。さあお互いのゴチアリを取り戻していった感じですね。さあゆずれさんが勝ったので8、次は小江戸秀とツノッピ、ツノッピが憲法外です。はい、わかりました。どうぞ。はい、はい、わかりました。どうぞ座ってください。小江戸さんどうぞ。ちょっとチュンリー DJ の開幕を今頃調べ直すっていうのをやってたんで、開幕飛びまくったんですけど、バレてたっていう。さあ、はい、ツノッピー、ツノッピーはガイルから来ましたね。キャミーから来ると思わせてのガイル。ガイル、まあキャミーはチュンリーに使えるってことでね。あ、小江戸秀ですね。さあ上に行く。そういう、おー、ビオル。これはアッパーで対空から裏に行くが浮いていた。さあソニックモード、ソニックモード、ソニックモードに入った。大丈夫です、大丈夫です。サマー溜めている。見えてる。めくりからサマー。さあ優しいヒット確認。サマー死ね、死んでますからね。はい、開幕サマー打ってく。サマーじゃない、ソニック打ってく。お、冷静。いや今ちょっと下がってたから当たんなかったんですよ。なるほど。やはり熟練プレイヤーはそういう細かいところがね、まあ今ね、はい、いろいろありますんで。さあ画面端には到達したが、サーバーうずうまい。しっかり透かしてソニックモード潰される。さあ潰れる TBS。 さあよげる。めくって俺は目の前思って、謎の目の前から。これは5パンで対空うまいぞ。しかし体力がイーブン。さあ届かない、届かない。ちょっと遠いかな。読みは悪くなかったんですね、はい、もう一歩、もう一歩と、もう半歩対中キックだ、ミドルキックだったから。そうですね、大キックの方が確か長いですね。大キックは靴よりちょっと外で、中キックは靴よりちょっと長です。なるほど、はい。てか今足出てなかったっすよ。だ多分足出る前に食らった。そう、うん、いやでも一気に出るんであれ。さあしかしこれはスノッピが帰る。さあこれはチュンリー使いの腕の見せ所です。さあしかしゲージが溜まるともう分かんないですね。さあしっかりでも弦に差し替えてしてね、すごい。あれなんで大パンにするの。普通に大足でいいんじゃないの。なんかできるかも。できるかも。もうとりあえず早いリーに乗った感じがあります。あの大パンがあと戦列とか出るんだったら大パンの理由も分かるんですけどね。出ても届かない。え、出してどうすんのだって。いや、ほら延大キャンセル、中パン大パンにして、なんかその後ソニック打ってきたら戦列みたいな。そう、そういうのがあるんだったら大パンにする理由もわかるけどっていう感じ。まあ、溜めは溜まるだろうけど。あ、でもギリギリっす、いや、大足でさあ、真上落ちでいいんじゃないのかな。さあ、飛んで。さあ、これがね、チュンリー結構嫌なんですよね。さあしかしゲーム高いが見えなかった。辛いですねこれね。
非常につらい。ガエル、はい、飛んで投げる、取ってる、偉い、投げられる。さあこれはパナしたラッキー、これはラッキー、しのげる。これどうですかね、ヒデならやってくれる。お、いい差を割った。さあ待っていた。ああ、まあ、ゲージがないと下がりそばと使えるっていうね。そうですね、話ですよね。うまい、下がり、さあ下がりソニック、完全に剣に対してね、はい、知ってる行動、一手読みっすね。投げて受け身が、そう、サマー打ってく。サマーは面白いな、ね、さあいい感じ。うわー、いやいや勝ってますから。全然中押し、全然これはアッパーで落ちない、勝った TBS。これはさすがに刺さらないが、いい感じに画面端に押し付けましたよ。いや画面端よりね、ゲージがいると思う。さあ緊中、おしゃれキャンセル、緊中、そういう技もある。中キックで対空冷静、しかしスノッピー粘る。うっと、わー、さーて、うろうろして中押し。さあ全員に怒られる日で、まあ、勝ったからいいんじゃないですか。勝っても怒られる。いやチュンリースカイでみんな厳しいですね。今のとどめね、良かったと思うんですけどね。僕こう前に行くふりしてね、うろうろってしてこう技を誘って中足、良かったと思うんですけどね。いやでもそれはまあ S チュンとかでならいいけど、結果のゲージだろっていうことじゃないですか。めくりを、さあピヨって、大スパイラル、まあ、これがあるんでね。いや多分めくり分かんないですよね、これ分かんないはず。あのキャミー側が難しいものの、ちゃんと落ちると全然わかんないはずです。上、さあさあ、むしろ対空がもうわかんない、対空がわかんない、返し技もわかんない。まあテンションでね、あれはよくあるセットキャノンは多分歩き中足届くんじゃないかな。さあ見えていた、さあいいガード、いいガード、さあ肘、いや悪くない、悪くない、肘でも落ちちゃう、取ってればいいんですよ。さあスー、めくりはどうだ、ガード、キャノン、2択はキャノン、あー長田投げが、今ね、長田投げが投げたはずなんですけど、投げ無敵が長かったですね。いやー、これは運が悪い、運が悪いやつでしたね。投げ受けに最大値あったんじゃないかっていう。いやー、やっぱチュンリーひどいですね。めくってコパンは悪くないが、ガードしている、投げる、さあ避ける、なんで避ける、さあゼロドン、さあこする、中足、アロー暴れて、さあなぜかキャミーでわからん殺し。いやできるんですよ。さあこれで、ピロシユーズル対ツノッピ、ツノッピです。ツノッピさんがそのままですね、はい、はい、どうしよう、 DJ ホンダということでね、確かに難しい、うん、でも DJ ホンダね、キャミーで、はい、わかりました。うん、さあこれはね、ちょっとこれはさあどうなるか、はいはい、決まった、はい、どうぞ座ってください。まあ、ツノップさんはキャミー、まあそうですね、 DJ にもね、ホンダにもね、まあまあきつい、キャミーのきついキャラ上から2つが揃ってると言っても過言ではないぐらい DJ キャン、DJ ホンダは辛い。抜ける、しかしキャミーというキャラはちょっとよくわからないので、ドフリからでもなんとなく勝てる時がある。冷静、ユーズル冷静、さあ冷静させない、逃げるがスライディング、どうする、ちょっと歩いて届かない、いい下段だったがこれはガードしている、エアスが上通って投げ返す、また下がるスペースができてしまった、悪くない外野し、しかし下がっているのはユースル DJ、 エアスが飛ぶが上、スライディング対空からめくりが入る、キャミーにはだいぶめくりの後のコンボは入りやすい。さあガエル、ガエル戦は課題だというふうに言っていたユーズル DJ だが、
どうするか。うん、いい避け、飛びが刺さる。しかしそこはスライディング、おうまい、遅らせめくりに対しては前ジャンプで対処、これはうまいぞ。飛ぶ、さあ刺さって画面端はつらい、この体力差で画面端だいぶつらいが、しのいでいる、しのいだしのいだ、これしのいだぞ。そばっと打っていく、めくりはガード、そしてジャンプで逃げる、うまかったが届かない、またしてもガードから投げ、垂直ジャンプを狙ったのは悪くはなかったがちょっと遠かった。さあスライディング、スライディング、投げ返す、ソニック追い詰めたのはスナップがいる、ここの、しかしユーズル冷静にエアスラだけを打って形勢を戻している。打ち合いになる、打ち合いになるが、これは待っていた、スパコン使ってめくりに行って、まあまあガードでもいいという感じの連携だった。投げる、受け身取ってるぞ、アッパー、これは下がる、アッパーで対空、これがガイル。さあ開幕はエアスラー、様子を見るスノッピー、これは踏んでしまうぞ、ソニックからソニック、ソニック、ソニック、流れが、さあソニック、ソニック、回転率が混ざっているのはガイルだが、それを踏ませる、うまいぞ、ソニック、ソニック近づけない、なかなか近づけない、おー、スライディングガード、ソニック、さあいい読み合いのところまでは近づけるが、そこで一歩、もう一歩欲しい、さあこれは足りない、あっぱれ、体育投げに、逆に投げるぞ、この男、さあ食らってしまって、投げ返す、いや今歩いて逆に投げる、これね、これね、そんなところだったんですが、これは広志本田、どうなるかな、角さんのガイル、本田選挙うまいんだ、大丈夫、サマー出す、大サマー、これはだいぶしのいだ、だいぶしのぎましたよ。さあ読み合い、ケツで潰して大百列からそのままオカマ蹴り、1ラウンドは取ったが、これはバックジャンプ、これは見てからしっかり対空している。ソニック下がり、ガードからアッパーで対空、裏切らせない、うまい、しっかり垂直のとがめるが、これは読み合い、さあ岡間からあっと、しかししのぐ、しのいだしのいだ、だいぶしのいだ、今中足一発当てたのがでかかった。さあ追い詰めてはいる、悪くはない、中頭突き、下がりそばっとの読みだったか、さあ下がる下がる、ソニック、ソニック一発打つのがきつい、あーっと対空は投げて、どうする、脚裂か、裏に行って暴れる、これは逃した、逃した、魚は大きい、さあ逃して、うーうまいぞ、2位で対空、中足0ドット、しっかり勝ち切った。めくられ、ケツでめくられた時はどうなるかと思ったが、ということでスノッピーさんは、これこの表だと 1P になってますね、上が 1P でしょ、そうだね、うん、ということで、はい、4ここで2バズーカしよう。さああれ間違えたでしょ、え、何、いや、あれ角バズーカ間違ってますよね、狙いでしょ、狙いでほら狙ってんすか、え、サマーでいいんじゃないの、狙いで、いや、いや、立ってたもん、立ってない、立ってた、立ってた、裏剣とかでいいんじゃないの、まあ、まあ、なんでもいいですけどね、あれ、あれが入ったら、はいはい、え、もうまたじゃんけん、最初はグーじゃんけんぽい、はい、むなりさんですね、これじゃん、じゃん、はい、ガイル、じゃんけんはいいんですけど、勝った方なのか負けた方なのかっていう、勝った方、勝った方、さあスノッピガイルが一人で頑張っている、いややっぱガイル戦ね、ガイル戦、ガイル戦だね、ガイル戦、うん、いやみんなガイルは悩むんですよ。はい、うまい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 、さあ
うまいぞ。歩きアパガが出る。さあこれでも相当ムナリさんもうまいですからね、はい、ガエルだと勝てないです。全く勝てないです。飛ぶんで、うお、うまいぞ。中足かくらすとか。お、見えてる。敵はしかしこの登りは許さないぞ。垂直ジャンプを許さないのがツノックガエル。いや見えてる同士、はい、いいですね。さあ開幕は出際、しかしソニックが出ていた。詰めていく。中足中足。さあ画面端は辛いぞ。サガット、そうガエルこの前に歩くのが重要なんですよね。鳥リカゴさあさせない。いやいい鳥リカゴ。もうとおーうまいぞ。さあ追い詰められてもまだなお歩きからあーいやー出た歩きアパカ。刻んでいった。歩きアパカなー。さあいい感じで取り戻したが、ツノッピガエル詰めるのがうまい。いやうまいんすよ。うまいぞ。一気に画面足、これはちょっとつらい。つらいですねこれね。これやばいです。中足とソニックしか打ってないんですけど、つらいですね。だ様子見を歩くんで、様子見しないでタイガーをしないとこうなるんで、そのバランスと戦うしか。これは厳しい。いやー今サムアパかも。あーいやーこれはダメです。これはダメですよ。ゼロドット。踏んだ踏んだ。ラッキーラッキーだけど玉のみで。おおおっとこの男すげえ諦めない男。相打ちもならなかった。あれ一歩勝ちするタイミング2フレですよ確か。さあうまくしのいだ。いやベテラン対決いいっすね。スイッチジャンプ呼んでたっぽい。これ暴れない。アパカ誘ったが暴れない。中足大事。連携サガットの足が長すぎるんですよね。いやさあサガットの足がね長すぎるって歩き上げにいけないんですよね。いけないですね、もう大足を振らせて手前で大足で焦がすっていう。それぐらい。さあ垂直サガットの垂直はキャミーかなり落としづらいぞ。上ガードしてこれはやつしか。さあ大キャノンでピオルですよね。大キャノンでピオリーチなんですね。あの近距離大パンだったんでピオリーチ高い。そう高いです。さあ詰めている。画面端に到達しているのはキャミーだがここはしのがれた。うまい避けて歩いていく。あれね落とせないんですよね。サブタイガーうまい。いやー出す。あー出すね。さあいうことで。さあ行きました。負け抜けはムナーリニア。これ瀬尾さんとはいる？瀬尾シャルいます。いたいた。決勝やります。どっちがいいの瀬尾さんとシャルさん？何が？ワンピーとツビ。まあ一応ワンピーが瀬尾シャルになりますけど。勝ってるんだから決めさせてあげようよ。あそう。うんはい、2P だそうです。 1P? あ、1P。 さあ、これダブルだからやっぱセオシャルは2回倒さないとダメなのかな。そうですね。これ、この間、はい、決まった。2回です。どうぞ、セオムナーリ。さああれ、この間の4オンって勝ち抜けがあの5人になるルールだったじゃないですか。あれってまあその勝ち抜けなんで他は負け抜けじゃないですか。だからその分でっていうことで考えるとまあありかなと思うんですよね。前5の時本当に2回倒されてダメだったんで。あれやばいんですよ。あれ無理っす。うまうま。あ、パスアウトになる。なります。下がっとけなります。手がね結構1ヒットで終わる。1ヒットで終わるんですけど1ヒットで終わってもアッパーカットなんか負けそうな気がするんですよね。残りかすりね。そうさあ天章でよく。いやー届く。橋は橋は届きます。いやいや安定行動の方ですから。きついきつい。キャラ差があるほど安定行動強いですから。いやきついですよこれ。きついですよ。何もしない。アッパーカットを3回当てて4回当てたい。4回当てたい。うわ何それガードしてる。投げ抜けもしない。
いやー警告申請。投げ抜けしなかったら多分4回投げられてもピヨンないですよね。投げ抜けするとピヨるんで逆に投げられるっていうのはありがちです。さあうまい差し込んだが技が足りない。サガット側に、サガット側に技が足りてない気がする。いやもう中足にタイガーです。投げて、あー体力リード取ってしまった。さあ溜まった、溜まってしまった。まあまあ使う、拾う。さあ踏む、まあ、まあまあいい、まあまあまあやると思っててもしょうがない。そしてサガット側を打つしかないぞ。うわー狙ってるっすね今のは。気候が出てるからそうですね。絶対にマイジャンプしてこないって分かっててもなお打ち続けないといけない辛さ。うわー、さあ上、上だった。うなり踏まない。いやー踏まなかった。さあいけるかなニーナさん。中野 PRF では常に教える側に回っているニーナさんですが、あーやらない、やるし教えもする。なるほど、そう親方ですね。そうですそうです。うまい、なんで冷静。さあいい感じに追い詰めてはいいが、スタートーって、おスー、いや前ジャンプ、何あれ、あの避けれるのね。そして今、あーっと背中に上がれている。冷静、さあ大足死なないで中足。ニーナさんはジャンプコパンでチュンリーのなんか地対空を何か潰した感もすごかったですよね。お、上りで引っかかる、投げる、さあバランス、まあしょうがないよね、読み合いなんでね。これはちょっと気候が出なかったが、そのせいで一気に持ってかれた。さあゲージがない、さあ見てる、お、ガードうまい、ガードうまい、鬼無双していると思わせてガード。垂直には刺さるが1ヒットなのでまあいいという感じ、まあ、お互い別に問題ないみたいな感じの、はい、さあ今度1個100列でゲージを溜め始めましたよ。削って削って全部削れた。今4ドットいった、しゃがみと立ちをね途中でチュンリーが入れ替えてたんで、そのせいで4になっちゃう。ガンガン上がった多分た、あでも立ってると下段になるでしょう。あそっか、そうだからまあラッキー、最初からしゃがんでれば、さあガードした。投げかかと思ったんですけどね今ね。いやまあ人読みでガードはありですよ。さあ背中で暴れるの強いぞ。あれ2フレぐらいで浮くんじゃなかったっけ。浮きます、それちょっとダメですよね。さあ強い、これはさあやっぱり出す、1ヒットでも出す。まあそれでいいですかね、その分あと削り5回ぐらい確定するみたいな感じなんで。さあしかしニーヤーホンダもいいジャンプしてるぞ。さあ登った、上りしかしさあしかしめくりから上、めくりからおお仕込んでいた、しっかり張れて仕込んだ、すごい瀬尾チュンに本題で勝つ。さあしかしこれは瀬尾さんまだ先方です。さあここでまだ1回目です、はい、シャルバイソン。さあバイソンホンダ結構見てますが、今日はなんか多いですよね、うん、ホンダとチュンリーとバイソンですごいいっぱいいるんですよね3体ずつぐらいいるんで。さあコパンがつらい、溜まったがゲージ溜まって、ニーナホンダも何かを誘っている。うまいぞ、出させて、さあ角は下段、フライヘッド、ヘッド。さあライオクリードしたが5番上しっかり見てる、下段借りて、時間がそろそろなくなってきた感。
どこでシャルバイソン、どこで一発狙いに行く。そこだった。投げて裏からし、これは投げる。いやー、まあ、仕込みがうまいですね。今の移動ダイパーになってなかったのがちょっとあれですかね。なってなくても、まあ、あの大一郎がちゃんとしてれば、あの必殺技投げが優先なんで。あ、そっか、どっちでも変わんねえのか、はい、そうですね。さあ、いった、すげえ段、暗い投げして。さあ、暗い投げなんだ、あれ下がる。さあ、あ、ダメージがでかい。バイソンの食らっちゃう。上、溜まってんの、あれ溜まんだ、あれなんで溜まんの、あれ。頭突き頭突き、歩いていって、投げる。すーげー遠い、すげー遠いよ。中投げは間が広い。さあ、すごい。とりあえずライフ1なくなったんですけど、うん、もう一回です。もう一回でどうする。席一応聞きます。なんかもう一回です。これダブルエリミネーションはもう一回です。さあ、まだ大丈夫です、まだ大丈夫です。これ、いや違う、席聞いたら、なんか向こうがいいとかあります。あ、いいっすか。じゃあこのまま、ダイさんこっちがいいって。じゃあこのまんまで、うん、いいよ、いいよ。あとは、どっち出るかだけ教えてください。はいはいはい、ムダヤリニーヤさんはどちら、どちらが。はい、座りました、どうぞ。はい、さあ、シャル対ニーヤです。バイソンホンダ、もう無理、もう無理。奇跡はそんなに起こらないというね、感じらしいですが。いや、ここはもちろん、ここはもちろんホンダを応援したい。さあ、掴む。どうする、シャルバイソン。投げる。画面端だが。普通に行った。さあ、でもなんか、大一郎じゃなかった。溜まってるなぁ。いやー、これは2択出ない、危ない。そろそろゲージが溜まる。出しっぱなしにする。さあ、コパンでしっかり止めて、あい打ち、あい打ちになっ になった。あい打ち、多分狙ってましたね。悪くないですね、はい、ほぼ勝ちみたいなあい打ちですから。見てから突っ込んでくる。出しっぱにする。さあ、なんかいいタイ、振ってく。さあ、そのまま投げに行く。しっかりヘッドも溜まっていて、上り。さあ、詰めるが、お互いゲージが溜まってしまって、いやー、見えてましたね。やってから始まる。横から殴る。パンが早い。いやー、見えてるぞ。ピヨッター、バン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 、バイ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 ソンってやつですね。さあ、ムナリさん、あとはね、あとはムナリさんがやってくれます。バイソン下がった。まあ 2連勝すれば勝ちですから。さあ、ここから始まる。穴掘りで勝つのはやばい。象徴的な場面ですね。アッパーも通らないぞ。さあ、ゲージが溜まっている。おコパンコパンで暴れるのはあり。アッパー、さあ引っかかる。アッパー、さあどうする、どうする。踏む、踏んでくれたが、投げて振動、振動。さあ、ドンピシャを狙いましたね。さあ、ずらしてずらして、カンパを止められたのはでかい気がするぞ。踏んだ、おいしい。コパン投げて、さあ、画面端、画面端は、いや、画面端はまあ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 辛い、まあまあ嫌です。ゲージないときはね、溜まったらダメです。あっ、もっとしっかり見えて、いや、見えてないな、今の。うまいぞ、今の戦型。さあ、つらい、うまい。何かを切りたい。アッパーか、切ってから削れ、ああ、ここでヘッド
ヘッドなんで、リバサじゃないジェノサイドというおかしな選択肢なら勝ちます。悪くなかったんですけど、シャルさんもしっかりヘッドね出しました。投げて辛いゲージ型、あー引かんない、何もできないぞ。身動きが取れない、身動きが取れない、あー大パン。さあということでシャルさん、瀬尾さんチームがちょっと追い詰められたけど、はい、シャルさんの2立てで取り戻しました。はい、ということで優勝したのは瀬尾さんとシャルさんのチームなので、優勝者だけちょっとなんか一言、なんか一言、はい、ありがとうございました。なんかお願いします。楽しかったです。え、楽しかったそうです。はい、楽しかったのは何よりですという感じで、玉ありと玉なしの2オンダブルエリミリで終わりです。お疲れ様です。お疲れ様です。さあ帰ろ。何時今？10時半。はい、
Fire!
では今日も野次へたらすためながらこの辺にして、配信ストップいたします。皆さんご視聴ありがとうございました。